背物はお妻か。おいはおいほっといていいんすか八五郎は平時を迎えて廊下でささやきました何といっても深夜の騒ぎでお通夜はめちゃめちゃ廊下にだけでも3人や5人はうろうろしているのですお上の方は新兵はね娘に預けてあるからそれより廊下へ放った手箱はどうしたんだそんなものは見えませんよそいつは大変だあれは。 中吉の持っていた手箱だ中には命はけのデ大ジな品が入ってるにげえねえでも足が2回来た時はその辺りには見えませんでしたよもっとも足寄る先に来たのが23人はありますが誰と誰だおせんさんに下女の若それに慶三郎の顔も見えたようでそいつはやったなそのうちの誰かが隠したにげえねえ夜の明けるまでにどんなことをしても探せえ気<っ>のねえ返事じゃねえか 眠くなったら水でもかぶってこい。眠くなったわけじゃありませんがね。そんな大騒ぎをする手箱に何が入っていたんちしょう。足には見当もつきませんが。八五郎は昼の疲れもあったらしく、まだ気のない顔をしているのです。十五両の隠し場所かな。いや、もっと大事なもんだろう。中吉は主人に口止めされたのを馬鹿正直に守っているから殺されるようなことになったんだ。仏様の悪口を言っちゃすまねえが、 ああなると正直もバカのうちに減るそれほど大事なものというと何でしょう親分大滝家の本当の跡取りや誰かということを書き残したのかもしれねえこいつは十万両の宝よりも大事なことだ大滝文五郎の隠し子はお秀の他にもう一人あったはずだその隠し子というのは全く思いもよらねえ人間だろうおせんじゃありませんか親分それがわからねえんだよ 手箱にはそれを書いたものが入っているに違いねえ。訳があって亡くなった主人の文五郎はお上にもお染にもお仙にも銀之助にもそれを見せたくなかった。お上のお妻さんは若旦那の銀之助と自分の連れ子のお染を一緒にして大滝家の跡を取らせたかった。だからこの辺で文五郎の隠し子、大滝家の本当の跡取りなどに出てもらいたくなかったんだよ。中吉が死に際に行った遺言を。 どこかで聞きお墓がみんなに話す命に押し入れから手箱を取り出し打ち割ってその中を見できれば焼き払ってしまいたかったのかもしれねえ平次の話は次第に事件の要点に触れていくのです廊下の隅人々はまだうろうろと暗がりの中で手箱を探しておりますするとあの女将が人殺しの下手人じゃありませんかいや違う。 銀之助と一番仲の良かったおひでを殺したのを手始めに邪魔になる夫の文五郎を殺しその次はこれも銀之助と仲の良かったお宮を殺し大事な手箱を隠し持っている中吉を殺し八五郎は指を折って数えるのです。違うよ八おひでが殺された時はお上は主人と一緒に舞台にいたようだ小判を巻くのを見ていたと思う。 それにおみはうちにばかりいるから中吉を毒害した玉ぜりの毒持ちなどを手に入れられるわけはねえそれからお宮が殺された時もおみは一足も片町のうちを出なかったはずだそうすかねえ八五郎は少し不足そうでした残るのは慶三郎とおんと銀之助とお染めだくせンはこの四人のうちの一人にちげえねえ 手箱が出てこなければ四人を番屋に引っ立てておかかりの旦那方に立ち会ってもらい一千にするほかあるめえな手箱が出てこるわ大滝家の十万両が出てくるか跡取りの名前がわかるかいずれにしても四人まで殺したくせ者の見当もつくだろう軽業のりちは窓から落ちて間違って死んだとしても二人の話がしんみりしてくると廊下にはもう誰もいませんでした 向こうのお染の部屋では母親のお妻をなだめるお染のおろおろした声がひそひそと続いておりますところで親分はこの下手人は誰だと思いますそっと内緒で見当だけでもいいから教えてくださいな八五郎は大変なことを聞くのです火の中の箱平次はそっと辺りを見回しました本当に誰にも言うな八 心得のためにおめえにだけ教えておくが大丈夫いやしません名題の地獄にいで八五郎はすっかり緊張してでっかい耳を平地のところに持って行くのです驚くな八四人を殺したのは若旦那の銀之助だよえ驚くなと注意されながらも八五郎は思わず張り上げてしまったのですまぬけな声を出すじゃねえか だから驚くなと言ったのにだってこいつは驚かずにいられませんよ他旦那は何だってお秀や父親やお美和や中吉を殺したんですお秀が嫌になったんだよあれは主人の隠し子だ父親と言っても養父で自分の身には替えられなかったそれからお美和は文五郎のもう一人の隠し子さうっかりすると自分が放り出される中吉はあんまり色々のことを知っているし 手箱などを持ち出されると銀之助の破滅になるそんな馬鹿なことが親分黙っていろおめえには何にもわからねえんだそう言って平次が指差した廊下の暗がりそこには立ち聞きしていたものがあったらしくこそこそと南戸の方に姿を隠すのです親分あれを追っかけましょうか行きり立つ八五郎ほっておけしばらく様子が見て平次は 八五郎の腕をぐいと引き寄せて下の方へ降りていくのですそのあくる日もう一度手箱探しが始まりました一度お上の手に入って蓋を割られた手箱お上自身もその中を見なかった手箱に一体何が入っているでしょう探しているもの,の間にも好奇心が燃え上がるようです「親分これが手箱じゃありませんか?」。 八五郎はお勝手の方からわめきたてるのですどこだどこだ飛んで行ってみるとお勝手のおへっつぎの下で八五郎は火箸を斜めに構えて寄りつくものを追っ払っているのですへっつぎ中で手箱らしいものが燃えていますよまぬけだな早く買い出してもみ消すんだ水をぶっかけるやつがあるか だって手箱はめちゃめちゃに焼かてしまいますよ。少しでも焼け残ったものはデイにしろ。痛っ切れでも紙一名でも。兵士は書き出した手箱を手に火傷するのも構わずにもみ消しております。汚染の下手にがの親分、聞いてくださいな。本当に命がけの大事なことを申し上げたいんですけれど。汚染はもじもじとしているのです。 開けっ放しでおてんばなくせにこんなポーズを作るとめちゃくちゃにかわいらしくなる女です二十二といってもまだ十分に若く舞台の上から大勢の客を相手に愛嬌を振りまく技巧を得得しているためでしょうかどんなことか知らねえがそらぜひ聞いておきてよ幸い誰もいねえようだ平治は辺りを見回しましたその日の夕方 忠吉のお弔いを出して駒込片町の大滝家もいくらか落ち着きを取り戻した時のことです誰にも聞かせたくないんですこの間のだるまの置物にも投げ石の裏の雲にもおせんは思い入れだくさんに袖をくにして顔を半分隠したりするのでしたそれじゃあ。 何が何でもこの娘から腹を割った話を聞きたかったのです開けっぱなしのように振る舞っているくせに秘密の非常に多い娘手品使いの種箱のように仕掛けの多い口から命がけという話を聞かないわけにいきません汚染に導かれて2人は植え込みの中を通り庭のずま屋に落ち着きました大多喜家の先代が 豪華を極めた名残で、戦績の面白さが荒れた中にも忍ばれます。ここならいいわね。間違って私がデニアタの親分を口説いても。汚染はたして鼻白む風もなく、にっこりするのです。江戸名物の御用聞きを捕まえて、こんな冗談が言えるほど、この娘の肝は座っているのでしょう。 冗談は冗談として話を聞こうかおせんさん平次は照れくさそうな頬杖をつきましたが思い直してタバコ入れなどを抜きますあいにく火種がありませんキセルをおもちゃにして所在もなくおせんの切り出すのを待ちました と言っていいでしょうか親分私はさんざん迷ったけれどいずれは私も殺されそうで怖くて黙っていられないんですもの平治は黙って続く言葉を待ちました私はお秀さんを殺した人を知っているんですおみさんだってその人が殺したに違いありませんおせんは言いしぶりながら。 こう独り言のようにささやいて美しい肉色の唇を噛むのですそら俺も大方見当はついている遠慮せずに打ち明けてみるがいいどんなことを言われても俺は驚きゃしねえ実はおひでさんが殺されたのは通り屋台の桟敷裏でその庭か造りの足場は2階の私の部屋の窓の下からさしかけてありました まだその時の足場が少し残っていますが知ってるよあの時の足場の様子はそれがどうしたんだ平次は相づちを打ってうなずきましたあの時は踊りが始まって庭はにぎやかでしたからおもやに残っていたのは私と下女のお若とそれからもう一人若旦那の銀之助さんだけでした若旦那は 本を読むと言ってご自分の部屋にいましたが庭ではちょうどおじさんが踊り舞台から小判を巻き始めたので私もつい誘われて見に行きましたでも若い女があんなものを見ていると欲張っているようではしたないと思って間もなく2階の自分の部屋に戻ってくると若旦那は足場を渡って2階の窓から私の部屋へ潜り込むところじゃありませんか 私は,はっとしてひっかしましたがそれっきりかい,いえあとで若旦那はお墓に手伝わせて舞台の血を洗っておりました足場伝いを降りて足場伝いに逃げたので妙なところに血がついていたのですうーん平次はうなりました話は簡単ですが証拠は確かで若旦那の銀之助がお秀を殺したことに間違いもありません それからもう一つ待ってくれ若旦那とお秀とは仲がよかったはずだそのお秀と祝言の話もあったのにどうして殺す気になったんだお秀さんはおじさんの本当の子ですもの若旦那は佐渡屋のおさよさんに気があったんですものお秀さんが邪魔になったのも無理はありません私にはよくわかりますそれからどうしたお宮さんを殺したのだっておじさんを殺したのだって よくわかります。おじさんが死ねばこの大滝家の心象はみんな若旦那のものになるでしょうおみわは邪魔になるはずはねえがおみわさんはおじさんのもう一人の隠し子だったかもしれないじゃありませんかそういえばそうもとれないことはありません袖口の墨汁はたから見る目もうっとうしいほど 若旦那の銀之助の機嫌も取っていたおせんが急にこんなことを言い出したのは何という恐ろしい気の変わりようでしょう恋の恨みといったようなものなら随分んこんなことがありうるでしょうが銀之助の態度は相変わらず女には冷淡で特におせんに恨まれるほどのことはしなかったはずですだが番頭の中吉を殺したのだけは若旦那じゃねえぜ かかららをこぼしたぐらいだから平次はそう言っておせんの出ようを待ちました「あれは中吉の持っていた手箱を欲しかった人のやったことじゃありませんか手箱は焼けてしまってあの中にどんなものが入っていたかわからないけれど」。おせんの滑らかな下は巧みにお上のお妻を告発するのです。 そういやその通りかもしれねえが物置の2階から石臼を落としたのも若旦那じゃなさそうだぜでしょうかおせんの口ぶりには割り切れないものがこびりついておりますまだ他に話はあるのかもう怖いほど言ってしまいましたこんなことは死んでも口に出さないつもりでしたけれども若旦那にも誰にも黙ってくださるわね親分。 私はもうこのうちを出ていこうと思っているやさきですからおせんは思わせぶりなことを言ってずま屋から飛び出すとじゃれついたメス猫のように振り返り振り返り植え込みの間を抜けて母屋の方にかけていくのですが平次はこの時大変なものを見てしまったのですおせんがかけていった庭の反対側物置の羽目に立てかけた吉津の影に 人間が一人立っていることに気がついたのでした。黒っぽい粗末な着物、そばかすだらけの赤っ気、妙にみすぼらしい感じの、それは下女のお若の途方に暮れた姿ではありませんか。お若は物置に薪を出しに来て、うっかり汚染の内緒話を聞いてしまったのでしょう。出るに出られず、戻るに戻られず、 人かかえの巻を抱いたまま呪文をかけられた人形のように目ばかりパチパチさせて真っ青になっているのでした。お線の姿が見えなくなると気の緩みが出たものかおはかの手から人かかえの巻がバラバラと崩れぼちました。お、さっきからそこにいたのこ。平次は思わず声をかけました。どうしましょう。 私はみんな聞いてしまいました。あんな怖いこと、私は、私はどうした？何か言いいということがあるのか？おあの唇は魚のようにパクパク動きますが、しばらくは言葉にもなりません。あれはみんな嘘です。親分さん、おあは一生懸命でした。何が嘘なんだ？あの時、おひでさんが殺された時、私は。 若旦那様のそばにいました私は若旦那様にからかわれて怒っておりましたでもお前なんか女の匂いもしないなんてひどいことをおっしゃるんですものあの時お若は腹を立てて銀之助の部屋を立ち去ると入れ替わりにお染がやってきて機嫌を取り始めましたが銀之助は相手にもしなかったので立ち去り銀之助もその後を追うように 庭のにぎわいを始めましたが、お祭り騒ぎを嫌いな銀之助は、すぐ元の部屋に戻って、お若を呼んで茶などを入れさしていたのです。小汚くて醜くて、取るにも足らないようなお若ですが、銀之助は妙にこの娘から発散される、静かで可愛らしくて、そして人実性みたいな雰囲気を愛し、そばへ呼んで茶などを入れさして、 ののを「若旦那様がお茶を召し上がって庭の騒ぎを聞いてお父さんが金をまくそうだそう申しては悪いけれどそんな無駄なことをなさるくらいなら」とおっしゃってもう一度青拍子を引き寄せた時外の方が大変な騒ぎになりましたおひださんが殺されていたんです。うーん。その若旦那様が、 踊りの舞台に忍び込んでおひでさんを殺すわけはないしありませんかおかは突っかかるように言うのですいつもうちきな小娘だけに銭形平次もちょっとたじろいだのは無理のないことでしたまだあるのかおみやさんが殺された晩も若旦那は外へ出られた様子はありませんそれにそれにどうしたお若番頭さんが死んだ時 あの食べ残りのわさびもちをお勝手に引いたのは、おあかは言い過ぎに気がついたかここではっと口をつぐみました。どうした？お前はあのわさびもちを隠した人を見たのか？いやいや、私の思い違いかもしれません。おあかは急に立ち去りかけるのです。まったおあかさん、食い残りのわさびもちをお勝手に下げてしばらくおしの中に隠し。 後で裏のどぶに捨てたものならこの俺も知っている用心不敬用でもさすがに慌てたものかその人はわさび餅の上へべっとりついていた炭を自分の合わせの袖口につけたのさ気がつかずにいたらしいそれはもういいがもう一つおめえに聞きてえことがあるお若は立ちすくみました平地の様子はいかにも真剣ですお若は 出て行く、平次はお若を誘ってお勝手の方に回りましたそして2つ並んだおへっついのうち1つの方を覗いて前に書き出した焼け残りの木箱のくずなどを見せるのです「ねえお若さんこの手箱は番頭の中吉が死に際に行った手箱だこの中には 大滝家の十万両の宝の行方を書いたものが隠してあるとそう思い込んでいる人もあるだろうが大地芸だ亡くなったご主人の文五郎さんには隠し子が二人あったそのことはもう誰でも知っているが一人はお今の産んだ娘で最初に殺されたお秀だ二人目は母親が早く亡くなった上田舎へ里子にやられてそれっきりになったために お,見かおせんか容易に分からなかったが亡くなった旦那はそんなことになるのを心配して書いたものを手箱に入れて正直者の番頭の中吉に預けたおみのお妻さんは利口な人だからそれを鍵出して自分の産んだ娘遅めかわいさにふと迷って中吉が死んだ時その手箱を盗んで隠した平次は一体何を言おうとするのでしょう お若はすっかり緊張してまじろぎもせずにその話を聞いておりますが、まあ、そんなに事は都合よく運ぶもんじゃねえ手箱を壊す時この俺に見つかり驚いて手箱を廊下に投げた手箱ははしご段を転げ落ちて下にいるおめえの手に入ったいえ <laughs> おう隠さなくてもいいおめえが大滝家の跡取りだったんだおめえは大滝の文五郎旦那の子に生まれたが 本妻のやきもちがひどくてあらのうちから里にやられ本当の親の名も知らずに育った父親の文五郎旦那はそれと知って年頃になったおめえを引き取り下女にして育てたおみのお妻さんは二度目の連れ合いだが連れ子のお染めを可愛がってもしこれが知れるとどんなことになるかわからなかった お墓はわずかにうなずきました。さすがに平治の命治に服したのでしょうそれを勘づいたのは利口門のおせんだおめえに金をやるからこのうちから出て行けと言ったのはそのためだお上のお妻さんもとうとう勘づいて忠吉の手箱を盗んだに芸えねえその中で何にも勘づかねえのは本人のおめえばかりい,いえいえ旦那様は。 影に回ると私を痛がってくださいましたでも何にもおっしゃってはくださらなかったんですものお若は初めて平時の言葉に感じました振り上げた両の方には初めて涙の糸を引きますおめえはふとあの手箱の中の書類を見たに違えねえおめえは大滝家の跡取りに間違いもねえいえ <laughs> ここに証拠がある手箱は壊されたが 火が弱くて焼けなかった灰の中から引き出しして俺はこの遺言を手に入れたんだこの通り平治は懐を探って半分焦げた書類を取り出すのですお若も今はもう争う言葉もありませんお若こそは間違いもなく大滝文五郎の娘でお秀が死んだ後ではこの王神代の相続者だったのです おめえはなんだってこの大事な書き置きを焼こうとしたんだ若旦那様がお気の毒で何平次は自分の耳を疑いましたこれはまた途方もない言葉です若旦那様はこのうちの跡取りと決まっているんですもの私さえ顔を出さなければとんでもねえおめえはこの大診台を捨ててどうするつもりだこんな大診台ほど怖いものはありません ちょっとの間に五人もの人が殺されたんですもの骨を骨を育ててくれた養う親のところへ帰りますいい人たちでしたもう年も取ったし私が帰ったらどんなに喜ぶでしょう平治はあっけに取られましたこの娘の無欲さは誠に桁が外れております親分さん黙っていてくださいお願いだから そうでなくってさえ若旦那は面倒なことが嫌いでこのうちから逃げ出そうとしているんですもの私さえそっと隠れてしまったらでは親分さんどこへ行くんだ私が出て行かないと若旦那様はきっと殺されてしまいます5人までも殺した人が若旦那一人を逃すはずはありません待ってくれおめえは行ってどこへ私のうち 年を取ったとっさんとお母さんが私を待っていてくれますお若は平治には構わずお勝手の自分の部屋に入って少しばかりの自分の荷物を小風呂敷にまとめるとこればかりはよそ行きらしい赤い花尾の下駄を出して夕暮れの町へ出て行こうとするのです平次は黙ってそれを見送りましたしばらく放っておいて 里親のところから連れ戻す術もあり一つはまたこの娘を無理に止めておくことがこの娘のために恐ろしい危険であることも考えないわけにゆきません大滝家に潜む殺人鬼は6人目の犠牲を狙ってその牙を研いでいることは明らかです「私も行く」「お墓はもう一日も一時も ここに踏みとどまる気はない様子です小風呂敷を持った埃だらけの赤っ気をかき上げ名残の二階を振り返るとどうかみしめても溢れるばかりの涙がこぼれますでも小娘は思いのほかに勇敢でした自分の未練を振り切ると裏口から門の外へそして千だぎの往来へとたどたどしい足をのして行くのです 日はもう暮れてししままいました里親の田舎は川越罪でここから夜道を行かれようはずはなく白山下の里親の姪の家へ一晩泊めてもらって明日は早く川越街道を踏み出そうお若はそんなことを考えておりました目赤の不動様の前へ来ると後ろからバタバタと追いすがるものがありますお若待ってくれ。 お前は一人で帰っていくのか、まあ、それはなんと若旦那銀之助の庭下駄を突っかけて一席切った姿だったのですお前は一人で帰る気かこの俺はどうするのだ銭形の親分にみんな聞いたよお前という人間はまあ吟臨してくださいいきなり飛び出したりして。 許すも許さないもないお前はどこへも行っちゃいけないんだよお前のうちは大滝家のほかにはない若旦那は俺こそ出るのが順当だともかくも戻ってくれいいえ戻ると私はもう一度出る気がくじけます私はこんなにこんなに気が弱いんですもの二人はいつの間にやら不動様の境内に入り 捨て石の上に並んでかけておりました日はもう暮れ果ててわずかに2人の顔がほの温かく意識されるだけ冷たい石の上にいながらポカポカとしたものがお互いの胸から通うのです「もうこんなに暗くなったじゃないかお前はこれからどこへ行くつもりだ」「川越剤でとっさんと母さんが待っていてくれます」お手をしながら 2二人とも年を取ってしまっていくらも働けないんですもの私が帰ったらどんなに喜んでくれるでしょう私は時々それを夢に見ましたお若は夢見るようにこういうのです何という人だお前は大滝の跡取りに生まれたお前じゃないかあの王身代のそれは若旦那のものじゃございませんか私は怖いお前があのうちを出て行くなら 俺もあの家を出る他はないするとあとはどうなるでしょうおっかさんとお染が立ててくれるだろうお前の行くところへどこへでもついていくよ俺も百姓になれないことはあるまい川越剤で若旦那一緒に連れて行ってくれお父さんもおっかさんもそれはそれはいい人仏様のように慈悲深くて貧乏だけれど俺もそこへ行こう 連れれ、てて行ってくれお墓二人はつい手と手を握り合っておりました銀之助の柔らかい手とお墓の水仕事に荒れた手とを銀之助の心の中にはいつの間にやらこんなものが恵んでいたのです辺りの人たちは十万両の花嫁探しに夢中になっているのに本人の心は赤っ気のそばかすだらけの 見るる影もないい小娘に惹かれているのでした。「お若が去られた後のこの家の寂しさや自分の心のうつろさを考えると大多喜家の大診台を捨てて川越剤の水飲み百姓の婿になる方がどんなに幸せだかわからない銀之助はつくづくそんなことを考えるほど不思議な心持ちになっているのでした。 悪魔と2人の後を追って平次と八五郎がやってきたのはそれからしばらくたってからでした放っておけば川越剤へ行く気の銀之助とお若をどんなに骨を折ってなだめたことでしょうそんなむちゃくちゃなことを言っちゃ亡くなった大滝の旦那にすむめ,め みんなも心兵していることだし川越剤へ行って百姓になるのはいつでもできることださあ戻った戻った平治と八五郎が綱引き後押しの格好でほとんど力ずくで二人ぼ連れ戻ると大滝家の方でも大変な騒ぎが始まっていたのですそれはさっきまで銀之助も人殺しの下死人のように言っていたおんは お若や平治の話を聞き込んで自分の尻に火がついたことを悟ったものか大滝家に残る金洗いざらい五百両ばかりをさらっていずこともなく逃げてしまったというのですそしてそればかりではなく二階のおせんの部屋の障子には「十万両は私がもらったよ悔しかったら捕まえてみるがいいあばよ平治親分へ」。 と人を食ったことを書き散らしてあったのです「ちっそ不正尼」普通やまだ八五郎は悔しがりますが「これだけの書き置きを残すようじゃ見つかりっ子のねえ隠れ家を用意してあるにちげえねえ急のことには難しかろうができるだけのことをしてみよう」平次はそう言って土地の御用聞きから下っ引きを借り出して手いっぱいに網を張らせました。 夜の更けるまで刻々の報告を待ちながらうち中の者は広間に集まってなんやかやと平治に聞くのですそのうるささに参った者か平次は大勢を一か所に集めて「それじゃあ最初っからのからくりを話してやろう」「おせんという女は人間離れなした恐ろしい悪党だ」と静かに 事件ののきさつを説明ししてくれるのでした「おせんは文五郎の妹おらくの娘で間違いもなく文五郎の姪ですが叔父に見いだされて大滝家に入ると体毛を起こして大滝家の跡取りに座りたくなりさらに銀之助の人柄に引かされてその嫁になろうという望みを起こしたのです。そのためまず第一に、 銀之助の嫁に犠牲られているおひでを殺しましたその手段はおせんが若旦那のことを言ったと同じ順序で自分の部屋の窓から抜け出し足場を渡って踊り舞台の楽屋にいるおひでを上から突き殺したに違えねえこれは軽業の太夫だったおせんには訳もねえ仕事だご主人を殺したのは八五郎は 我慢のならぬ様子で先を急ぎます。軽業小屋にいる時騙し込んでいた仲間の利チにやらせ10万両の金をありが餌を運ぶようにどこかへ運ばせたんだろう石臼を落としたのはおせん一人の仕事かもしれねえあの女は力はねえが恐ろしく身軽だから自分の体で石臼を引き上げるような危ねえゲートもできる。平時は、考考え考え、 汚染ののの悪事の後をたどるのです。でも離れの火事の時は危うく汚染も焼け死にそうになったじゃありませんか。八五郎はままたちょっかいを出します。ありゃ汚染の大手違いさ前から逃げ道をこしらえておいて自分の手で火をつけ銀之助の気持ちを試してみたかったんだよいざとなりゃ下水のように床下から掘ったその抜け道から 逃げ出るつもりだったのさところが火のついた藁屋根が走ると火の土手のできあがることに気がつかなかった抜け道が一面の火になっていると分かり二度目に二階に引っけした時は「さすがの汚染も助けてくれ」と悲鳴を上げてしまった幸いお赤さんが助けてくれたがあの火事の前の晩八五郎が離れの辺りを見回った時人間を見かけたと言ったのはそれは汚染だったにげえねえ 啓二の説明は次第に汚染の毒刑を明らかにしていくのです「リハチの死んだのはあれだけは怪我でしょうね」「八五郎にはまだいろいろの異論があります」「いやあれも汚染の計略で汚染ははハチがうるさくなったんでそっと忍んでくるように呼び寄せておいて2階の戸の酸を削って外から捕まればすぐ外れるように仕掛け」 お若さんが倒れているリハチを見つけるとみんなを呼びにやっておいてその間に目を回しているリハチの頭の上へ三角石を叩きつけたんだあらまったく鬼のような女だよそうしてその後ですぐ再興した天殿さんを元通りに直しておいたへえ <laughs> 恐ろしい女ですねまったく悪知恵の底が知れねえよ俺が夕う病目に聞かれた時 下手人は銀之助だとわざといいかげのことを言うとおせんはそれを立ち聞きして今日はもうおひでさんを殺したのは若旦那だと名具合に証拠をこさえて俺にたきつけたでもあのおせんという女は若旦那に夢中だったじゃありませんかいやあの女は男よりも金が欲しかったんだ恋よりも欲だ平次はうまいことを言いましたすると この王信帳の跡取りになれるという大事な父親の遺言状を焼こうとしたお若さんは金や心証よりも若旦那の幸せが大事だったのよ金よりも恋というわけでいやお若さんは若旦那も捨てて川越へ逃げる気でいた金よりも恋よりももっともっと大事なものを持っていたんだよ兵士はしかとそう言い切っ 決まり悪そうに部屋の隅に引っ込んだ赤毛のそばかすだらけの少女を尊い者の,のように見返るのですそれは正ししさにつく心持ちでした人間の持っているもので一番尊い愛と義とに従うためにこの無知の少女は何の技巧もなく動いていたのです若旦那の銀之助も平時の話を聞いて そっといたわるようにお若のみすぼらしい姿を振り返るのです大断園その晩予感があったので平治は二階の銀之助の部屋に頑張りお勝手のお若の部屋に八五郎が泊まりました果たして明け方近くまだわずかに残る足場の木を伝わってくせ者が忍び込みました 金之助を殺すつもりだったのでしょうが、身代わりの平地に追われたクセモノは、逃げ場を失って窓から足場自体に降りようとし、足を滑らして、足場の高い杭の上に、元取りを引っ掛けて地上を二軒以上の高さにぶら下がってしまいました。窓から、地上から、蝶鎮と安鈍が六つ七つ売り照らされると、その元取りを引っ掛けて宙吊りになったのは、 なんと苦痛と憎悪と怨恨に引きゆがむ汚染の鬼女のような顔だったのです引っ掛けた紙は何としても外れず捕まれば命が5つ6つあっても足りないほどの悪事を重ねた汚染はまだ手に持っていた合い口で宙づりになったまま自分の喉笛を突き破りました見ろ10万両の金は地獄まで持っていくぞ。 髪をつられて宙にぶら下がったまま泣くように笑う血だらけの貴女の姿にみんな目を伏せたのも無理のないことでした「ちくしょう」<laughs>「一度がっくり首を垂れたおせんはメラメラと燃え上がる憤怒にあおられてもう一度顔を上げ手に持った合い口を誰へともなくさっと放りましたが力尽きて合い口はパタリと下に落ち 呪いの姿もががっくり息が絶えた様子です汚染の残した十万両の宝はどう探してもそれっきり見つからず十万億度までも持っていったかもしれないと噂されましたそれにもかかわらず銀之助と和若は幸福そうでした。昔に変わる 大滝家の貧しさも質素で堅実な二人の生活には何の差し支えもありません義母のお妻も連れ子のお染めも申し分なく平和に暮らしたことは言うまでもないことです野村古道作銭形平次取物控えより恋に勝つ者所出 主婦と生活、昭和28年1953年銭形平時「鳥物全集」第18巻より「全文読み切り」。 ございます